松岡譲るは日本の小説家。旧名は松岡義則。新潟県越志郡石坂村大技詐欺室出身。父親は新州大谷浜松岡山本学寺の僧侶。旧生長岡中学では同級生に詩人、フランス文学者となる堀口大学がいた。 本来なら父を継いで僧侶になるべき立場だったが、幼い頃から仏門の腐敗を目の当たりにして育ち、成果に強く反発した。第一高等学校を経て、東京帝国大学文学部哲学科に在学中、夏目漱石の門人となる。久米正夫、山本雄三、菊池博士、佐野文浦学友と1914年に、第三次、新市長。 1916年に第4次、新市長を創刊した。寺院を継ぐことを拒否し、かねてから筆名として用いた譲るを戸籍名とした。大学は一年留年。実家との関係からの神経衰弱とも、召喚に入り浸りなのを心配した実家に連れ戻されたためとも言われる。自伝小説である、法上を守る人々の初期校には、 友女との恋愛をしたという記述がある。漱石の長女筆子との愛をめぐって、親友の久米正夫とり反する次女の松岡陽子。マックレインは比較文学研究者で、オレゴン大学名誉教授。四女の半島祭り氏は追筆家で、夫は昭和史研究家の半藤和都氏。長男は主覧であったためか情報が隠されている。ありがとうございます。